皆さんこんにちは、主人のまさしとゆめなです。熱海に着きました。着きましたね。新幹線のあっという間だったね。1時間ぐらい。うん、1時間。去年車で来たからさ、めちゃめちゃ遠いって感じだけどさ、よかったよ。11時、ご飯食べに行きます。海鮮丼でも食べますか。はい。オオタミ。オオタミか。絶対やだ。いかんよ。いろんなとこからこうもくもく煙が立ってていいね、温泉街って感じ。さあ今から歩いて紀宮神社に向かいましょう。熱海は去年車で来たけど、やっぱりね、歩けた方がいいですね。リュック背負ってコロコロで来るのもやんな方がいいです。リュックで来た方がいいですね。そういえばさ、日本を一周した時に熱海に来たよ。リュックしょって熱海来たんだ。うん、昭和の時代で泊まってるって感じだね。海が見える。海が高くない？すごいじゃん。すごいな。今日めちゃめちゃ暑いです。12度あります。ダウンが、ね、いらない。さらにヒートテックも来てるからめっちゃいいよ。うん、 T シャツでもいけそうだな。着きました、紀宮神社。着きました。綺麗。この木の周りを。おお。すごいね。なんか禁酒の神様みたいだけどね。乾杯。乾杯。美味しいね。最高の一杯。最高、うん、いいじゃん。禁止の神様の前にね。台無しよ。売店が絶対いかんよこれ。ね、本当だよね。
日光亭めっちゃ有名なお風呂みたいです。どうぞ。やばいよね、家康さんが入った、うん、黒ですね。死ぬや全部これだ。そうでしょう。宿泊はできるの？熱海プリン、うん、おいしい？牛乳だね、うん、ちょっと沖縄っぽいわ。あったかいね、本当に今日は。9時まで。あ、けど、食品ね、うん。そう。やってないでほしい。ワンチ。やっぱ昼間が混むのかな。サイダーいいじゃん。炭酸ゼロだな、はい、すごいね。さあここ駅前温泉熱海駅前振興会館、ここねお風呂になってるんですよ。今入ってきました。すごいお風呂出たてです。めっちゃ混んでた。気持ちよかったです。ちょっとね、先にホテルに帰ります。最高だね。冷える前に帰っちゃうよ。おはよう。おはよう。おはようございます。あ、いいですよ。シアンだね。うまいよね。うま。
見せて。これ？うん、これの。このバター。うまっ。うまっ。やばいね、これ。うまいよ、これ。うん、やばい、とろとろ、こんなの食べたことない。なんかあれだよね、あのミスドのドーナツの強化版みたいな。最近のドーナツとろとろだもんね。マジで美味しい、ありがとう。乾杯。最高だよ。いただきます。うまっ。うん。やばいね。マジで美味しい。最高。うまっ。